はい、マシュマロくんです。マシュマロくんなんですけども、足の方の怪我はね、もう完治してるんですけども、尻尾の方がね、ちょっと治りが遅くて、今までかさぶたができては剥がれてを繰り返して、その度にちょっとずつは治ってきてたんですけども、昨日ですかね、大きなかさぶたが一気に剥がれちゃいまして、そしたら皮膚が露出しちゃったみたいで、まあ大量の出血しまして、そしてその露出した皮膚に、まあ、床ですとか、まあ、クッションで寝ててもそのクッションですとかそういうものが触れちゃうとすごい強い痛みを伴うようで、まあ泣き叫んで、ちょっと暴れちゃったんですね。その際に、周りの先住猫たちにもちょっと八つ当たりみたいな感じで当たっちゃったりして、今ちょっと一人で孤立しちゃってます。まあ、マシ君もね、今痛みに耐えてるんで、ちょっと仕方ない部分ではあるんですけども、ちょっとね、痛み強すぎるようなので、今日はちょっとこれから病院の方に連れて行きたいと思います。マシ君、ちょっと今日病院行ってこようね。痛い。マシュマロ入ってないよ。はい、今日のマシュマロくんのご飯は、子猫のための美味しくて食べやすい健康感パウチですね。ペースト状のパウチになります。あと病院からもらってきたお薬ですね。これ混ぜて1日1包これを食べさせます。この薬は、抗生物質と、なんだっけな、化膿止めのお薬と、なんだっけな、いろいろ混ざってるみたいです。いっぱい聞いてきたんですけども、ちょっと忘れちゃいました。はい、このお薬を、ご飯に混ぜて食べてもらいます。マシュ君お腹すいたね。よいしょ。まだよ。マシュ君まだよ。もうまだよ。マシュ君それ、見えない。マシュ君。はい、マシュ君ちょっと待ってね。このペースト状のご飯に薬を混ぜて、
ちっちゃい頃はね、このままでも普通に食べてくれたんですけども、もう味がわかるようになっちゃって、このままだと途中でやめちゃうんで、蓋します。上からまたペーストをかぶせて、薬を一旦隠します。マシュ、ちょっと待ってね。今あげるから、はいはいはい。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ちょっと風邪気味なんでね、なんかブヒブヒ言ってますね。鼻詰まってんのかな？あ、もういい、もういい。ああ、カメラ倒れた。あ、隠す。もういらないね。はい、あとこちら病院からいただいてきたペット用のカラーですね。エリザベスカラー。尻尾消毒した後にどうしてもかじっちゃうんで、これでガードします。ただ体の先端ということでね、尻尾を自分の口の方に持ってきちゃうんで、ちょっと大きめのやつもらってきました。なのでちょっとこれ穴の調整が必要です。このままだとマッシュ君抜いちゃうと思うんで、これだと狭いかな。マッシュ、ちょっとおいで。近い。かじんないよ。カメラの足かじんないよ。近いね。マッシュ君ちょっと近いね、カメラに。よいしょ。どうだ？抜けるか？大丈夫そうだね。ごめんね。やだね。やだけど。ごめんね。助けを求めてる。あ、バックバック。バックバック。バックバックバック。はい、じゃあ消毒しよっか。バックバック、バックする、バックバック。あ、この体勢でいいや。はい、マッシュ君ちょっと尻尾消毒します。あ、いけないね。染みるね。染みるね。ごめんね。はい、はい、はい。いいよ。いいよ。染みるけど、これで、尻尾舐めれません。というかもう、カラーが気になって、尻尾どころじゃないね。